はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ、本日のギターはね、珍しいっちゃ珍しいです、ね、フェンダージャパンです。ストラトキャスターなんですけど、まずね、3つポイントがありますよ。今日のギター、非常にいいポイントでございます。まずは1つ目、 E シリアルですね。ご存知ですよね。最近もフェンダージャパンとにかく高騰してるんですけど、特にあの JV ね、シリアルとこの E シリアルは非常に、まあ E シリアルも JV も前からね評価高かったんですけど、本当にここ最近はもう近年どんどん上がってます。さっきねちょっとチェックしてネット見たら、 E シリアルでね、ストラトで ST62 の115か、当時の一番高いやつ11万5千のやつがもう20万軽く超えてますからね。びっくりですよ。で、当時の6万5千の ST62 の65か、当時6万5000のやつでも12、3万、14万とか一番高いのしてましたね。まあ異常事態でございます。ですから当時の定価の倍はしてるんですね。そういった、まず E シリアルのストラトキャスターということです。そしてもう一つ、これもポイント高いです。実はこのモデルは型番で言うと ST31455 というモデルです。これね、わかる人はわかると思うんですけど、これミディアムスケールモデルなんですよ。正確に測りますと628ミリです。ちょっと短いです。で、意外とね、このミディアムスケール探してる人多いんですよ。時々電話も来ます。ちなみにですけど、このモデルはさっき言ったように E シリアルなんですけど、E シリアルは正確の年式で言うと1984年から87年というね、まあ、幅があるんですけど、これね、カタログ上この ST314 が出たのが86年からですから、今日の答えは86年か87年です。どっちかです、はい。そして3つ目がですね、改造されておりまして、EMG がついてるの3つ。ね、で、ブースターも内蔵されてます。ですから、この中にね、9ボルト電池入ってるんですよ。ですから、電池交換はちょっとめんどくさい。1、2、3、4つビス外しますけど、まあそこだけです。はい。ということでもう一度確認します。今日のギターはですね、E シリアルということと、2つ目、ミディアムスケール、そして EMG がついている。ね、これはとってもちょっといいんではないでしょうか。でね、そういうわけで、まあそれなりに年月経ってますので、傷とかもあります。ね、この辺なんかつけたんだろうね。穴開けた跡がありますね。細かいところ、こちらのカメラで、どうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。まずね、キャンディーアップルレッド、ボディ自体はすごく色艶いいんですけどもね、一番目立つところはまずここのところにね、なんか穴開けた跡が2箇所あるんですよ。ちゃんとなんか埋められてタッチアップされてますけど、まあ正直ここは目立ちますね。はい、それ以外はね、ボディ部分、ボディトップに関してはそんなに傷はないです。さあ、そして EMG ピックアップが3つついております。ここね、ちゃんと切られて改造されてるんですよ。この中に電池と回路が入ってます。はい。フレットはそうですね、まあ6割ぐらいかな。60% 残ってると思います。ローズ指板はまずまずの状態だと思います。はい。はい、そしてヘッド。ここにメイドインジャパン、そしてシリアル番号も E シリアルと入っております。で、ペグ。このモデルはね、ヴィンテージシリーズじゃないので、このタイプですね。ここにね、ちゃんとロゴが入ってるんですよ。フェンダージャパンって。こっちの方が僕、個人的にはルックスは別としてね、なんか、チューニング安定するような気がしますけど、いかがでしょうか。そしてどうですか、このメイプルネック。めちゃくちゃ、なんかいいぜって感じしますよね。目が綺麗。綺麗です。ね。はい。後ろは細かい傷は若干あるんですけど、あ、ここが一応目立つかな、これ。はい、これ。あと、ここにも若干ございますね。はい。まあでも、年式からしたら、まあ、まずまずの状態だと思われます。はい。そしてこちらがね、割と近年だと思うんですけど、フェンダーの純正ソフトケース。肉厚もそれなりにあって、十分使えます。こちらがつきます。よろしくお願いします。課長すみません。ギターフロンティアでは買ったことありません。
はい、いかがでしょうか。まあそれなりにね傷とかあるんですけども、まずまずの状態じゃないでしょうかね。このキャンディアップレッドが意外と綺麗ですよね。じゃあそうは言ってもまずサウンドなんですけど、この EMG ね、じゃあどんな音するんでしょうか。まずはクリーンサウンドで聞いてください。見て、ほら全く雑音しない EMG の凄さここですよ。全くシングルコイルってどうしてもね、まあ雑音するじゃないですか。まあレースセンサーは別として、これはいいね。フロント、でハーフトーン、でセンター、でこことのハーフトーン、あここが一番ハーフトーンっぽいわ。でリア、そしてねここのつまみね、これ回すとブースターなんですよ。今ゼロでしょ、これ上げていくとほら、うわボリュームも上がるし、このディストーション効いてくるね。まあでもこのブルース系に使うんだろうね、やっぱクラプトンのモデルもそうだけど、軽くこれ上げるとちょっとこれはね細かいニュアンス大事にする人はこれちょっと軽く上げるといいかも。でこの風にブースターがございます。さあそしてやっぱりそうは言っても歪ましたいじゃないですか、ね、歪ましてみましょうか。はい、それではソルダーノの方でクランチ、原因はまだ3です。フロント、あリバーブかつた、リバーブなしで、ここハーフトーン、センター、ここハーフトーン、リア、でこういった感じでクランチしておいてブーストを上げると、ここにそっちにここでね、こういうふうなこともできますね。じゃあオーバードライブいきましょうか。オーバードライブ原因5、フロント、ここハーフトーン、センター、ここのハーフトーン、リア、もうこの辺になるともうハンバッカーみたいな感じしますよね。リバほら、めちゃくちゃこの80年代ハードロックね、これは EMG もそうだし、80年代ハードロック好きな人にはたまらないギターだと思いません？さあそしてね、これ多分、まあ、プロのどっかの工房で改造したと思うんですけど、なぜかここのトーンは全く聞かないようになってるんですよ。まあ、それもある意味ハードロックらしいよね、男らしい、もう一切トーンはいらないという。実際僕もほとんどトーンは使わないです。さあじゃあこちらですけども、先ほどの純正のこの時のね年代のものではないですけど、もうちょっと新しい時のフェンダーの純正のソフトケースがついて、何度ですよ、さっきも言いましたけど貴重なんです。 E シリアル、そしてミディアムスケールも貴重です。そしてまあ EMG、 これちなみにね EMG これ3つセットで、これ回路の全部セットだと大体定価5万ぐらいしますから、それがついてるんですよ。それがなんと、まあ、傷とかもあるしね。そしてまあ決定的なことはやっぱりこれ改造品だということで、あんまり高く売れません。せっかくの E シリアルミディアムスケールなんだけども高くは売れませんので、なんと今日はこちらお値段が税込みで絶対安いと思います。早いもん勝ちですよ。よろしくお願いします。59,800円税
込み 59,800円です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、そういうわけで、いつもあの土曜日は夜8時に、更新というかのね、出してるんですけど、ちょっと今日はいろいろトラブルがございまして、実は今これ2本目撮り直してるんですよね。新しいカメラまだ慣れてないせいか、カードが悪いのかね、さっき撮ったやつ編集とか全部消えてたというね。撮ってさ、全部やってさってね、パソコンで机でやって全部消えた時のショックってものすごいですよね。本当に一瞬目の前真っ白になりましたけどね。ということで、そんなことですいません、このギターに全然関係ないですけどね。さあ、ということで本日もですね、最後まで見ていただきましてありがとうございました。お父さん早くお風呂入っちゃって、もうギターフロンティアばっかり見て。